向かいの帝王がイン、ハットトリックで25試合30ゴール WWW。バイエルンミュンヘンのハリーがインがマインツ戦で複数のブンデスリーガ記録を更新した。この試合は8、1でバイエルンが勝利。ハットトリックを達成したガインは、これがブンデスリーガ通算4度目の1試合3ゴール。1年目からこれだけの回数のハットトリックを達成したのは同選手が初となった。また、リーグ得点数はこれで30ゴールに到達した。タイトルは取れないけど、絶対に得点王になる男。得点だけ見ればメシロナレベル。ラインには引退まで悲劇のヒロインでいてほしい。これで無冠濃厚なのマジで草。個人タイトルとチームタイトルが反比例する男。バイエルン調子上げてきたな。豆知識。現在30ゴールのライン。1963-64 シーズンにウェデイラーが記録したデビューシーズン最多ゴール数に並び、あと1ゴールで新記録達成となる。さらに、ラインはリーグ1年目から8試合で2ゴール以上をマークした初めての選手にもなった。メシロナがいなくなった今、バロンドール狙えるぞ。ラインは毎回活躍するけど、ラインの呪いって言われるの好き。レアークーヘンのベースが異常なだけで、バイエルンの勝ち点は例年と比べてもむしろいい方なんだよね。例の最多得点抜いて無冠になってほしい。バイエルン CL 優勝できるぞ。無冠のバロンドーラーになりそう。